豊田市和紙のふるさとは、愛知県豊田市にある和紙の博物館。1979年に鹿も群小原村に和紙の魅力などを PR する施設として開館。主な施設として、小原和紙工芸や藤井達吉の作品などを展示する和紙展示館や紙すき体験などができる和紙工芸館があるほか、無料休憩所や和紙の原料となる構造、三つ 岩皮などの植物を栽培する日本園全長約2000メートルの遊歩道などが整備されている。この施設はもともと愛知県の運営する施設であったが入場者数が減り続けたため2006年度に民間業者に委託、しかし入場者数は回復せず2009年4月に愛知県が豊田市に土地を無償で貸し付け、建物も無償譲渡し、現在は 豊田市の施設となっている。建物の1階には企画展示室があり、日本各地の和紙産地で制作された和紙標本や和紙工芸などを展示、2階には藤井築吉展示室と大原工芸士展示室があり、藤井築吉展示室では工芸家で小原和紙工芸の創始者であった藤井築吉の作品を展示、小原工芸士展示室では現在活躍中の 小は和紙工芸作家の作品の展示を行っている。また、和紙資料の収集や保存、調査研究等の普及活動も行っている、小は和紙工芸の制作体験ができる工房で、エスキ、アザスキ、ハスキ、うちは、壁掛けを制作できる。ありがとうございます。